こんにちは、デリシキッチンです。豆苗ともやしの豚味噌丼を作っていきます。まず豆苗1/2パックは根元を切り、食べやすい大きさに切っていきましょう。次にタレを作っていきます。ボウルに酒大さじ1、味噌大さじ2、砂糖大さじ1、豆板醤小さじ1/2から1を加えてよく混ぜていきましょう。次に熱す前のフライパンにごま油小さじ1、にんにくのみじん切り一かけ、生姜のみじん切り一かけを加えて火をつけていきます。香りが立ってきたら豚ひき肉 80g を加えて色が変わるまで炒めていきましょう。その中に先ほどのタレを加えて全体に絡ませていきます。全体に絡まったら先ほどの豆苗、もやし 1/2 パックを加えてさらに炒めていきましょう。野菜がしんなりとしてきたら水溶き片栗粉を加えてとろみをつけていきましょう。全体にとろみがついてきたら完成です。ご飯の上に盛って温泉卵を乗せて召し上がってください。いかがでしたか？ありがとうございました。バイバイ。